活動を報告したのは緊急消防援助隊の第一陣として発災当日の今月1日から4日まで、第二陣として4日から7日まで活動した消防隊員14人のうち3人、それに応急給水支援隊として給水活動を行った温泉水道課の職員2人です。消防隊員は石川県珠洲市で行方不明者の捜索や救助活動を、また市職員は石川県河北市で給水活動を行いました。報告では道路状態が悪く現場へ向かうのも困難だったことなど、斉藤市長に現地の状況を伝えました。熱海市では今後も要請があり次第被災地への派遣を行う方針です。